新シーズン開幕という以上に、クラブとして新たな時代の幕開けとなった一戦。川崎ブレイブサンダースはその船出を見事に白星で飾った。We must get from the local players a step up because not like last season we have less import player. I think that Gino first of all every game he come he bring his heart and his smartness. Sometimes it's more difficult to him, but you know every time that you will get for him this. 指揮官が勝利の立役者に挙げたのが、前半だけで3本のスリーポイントを含む13得点とチームに勢いをもたらした篠山竜青。絶対的な信頼を得ていた昨シーズンまでとは違い、新体制の今シーズンはある意味これまでの評価もリセットされる。そんなフラットな競争下でもさすがのスターター起用。しかし本人はチームで戦う上での役割に過ぎないと冷静な心境を語った。スタートであるかどうかっていうところにあまりこう今はこだわりはないんですけど、ただやっぱり根野さんの期待値はすごく高いです、小針に対しての。でもっとこうしてほしい、ああしろこうしろって練習中からすごく激しく指導されてますし、まあ、そこに必死にしがみついて彼も、1日ずつステップアップしてるっていう状態の中で、彼の良さを生かすためにも今はベンチから彼が出て、リズムを変えるであったりシンプルにボールプッシュっていうところの方が、まあ、彼にとってもいいのかなっていう部分はあるんで、その自分がスタートかどうかっていうよりはその若い選手たちがどうやって気持ちよくプレーさせるのかとか、まあ、そのためのっていう僕は捉え方をしているので、だからどういう役割になっても変わらずにこうやらなきゃいけないと思いますし、スタート出るからにはやっぱなんていうんですかね、まあ、最初にチームに勢い持ってかれるように自分なりのやり方でやれることやれればいいかなっていうぐらいの気持ちでやっております、今は。はい。そんな篠山が前半のヒーローならば、後半の主役はこの男だろう。まあスタッツで言えば、まあ僕の仕事はできたかなと思うんですけど、スタッツに残らないディフェンスの細かいシステムだったりチームルールだったりファイトするっていうところで見ると、まあまだまだというか全然合格点上げれるような点数じゃないなと思います。昨シーズンは練習参加から選手契約を勝ち取ると、限られたチャンスをものにし今シーズンのロスター12人に。この1年で大きく人生を変えた男にとって、開幕戦から2桁得点を挙げる未来は描けていたのだろうか。もちろん想像なんてできてないですし、もちろん準備はしてましたけど、このプレシーズンの中でやっぱこう頑張っていかなきゃいけない、まあ、立場にまだいるなっていう、10分15分プレータイムがあるような選手ではないなとまだ思ってたので、その中でこう5分3分出た中で何ができるかっていうのはまあ常に準備してて、まあ、それが今回まあ20分ちょっとにつながったのかなと思います。昨シーズンはスリーポイントの印象が強かったマスコだが、この日は果敢なドライブから力強いフィニッシュで何度も得点。もともと 3x3 の経験が豊富なだけに、ドライブの感覚は体に染み込んでいるのだという。なんかドライブを増やそうとか、僕の去年やってきたものを何か変えようとはしてなかったんで、そのドライブ行くタイミングだったりとかシチュエーションっていうのは、まあ、ちょっと掴んだのかなと思います。本来持っている力が自然と引き出されたのはマスコ自身の責任感の変化、そして同じポジションの激しい競争も無関係ではないだろう。長くこう川崎が伝統があってニックとユーマさんがっていう、こう一つのベースがあった中で、こうガラッと変わってヘッドコーチも変わって、ましては日本人じゃなくなってって中で、多分こうみんながフラットに見てもらえて、
僕が練習生だからとか多分そういうのも全く関係なく見てもらえたのが僕がアグレッシブにやれる理由だったのかなとは思います。なんかやっぱ最初は練習生なんだったんでこうなんですかねミスしてもあいいよいいよ次アグレッシブに行けぐらいのあれがもう今はやっぱりもう練習生なんて関係ないですし一人の選手として点取らなきゃいけないしその場をつなぎ止めるだけの選手じゃないなっていうのはもうあの意識的にやってます。それこそ亮さんも調子いいですしデハスさんがいてレアさんがいて哲さんがいてっていう中でやっぱベテランの選手が多い中でまあやっぱそこで勝てるのは今日みたいな速攻で走るとことかアグレッシブにスティール狙ったりオフェンスリバウンド行ったりもう本当多分足動かすことで補わないと経験値だったりシュート力っていうのはまだまだ及ばないと思ってるんでそういうスタッツに残らないところで信頼を勝ち取ってプレータイムを伸ばしていきたいなと思います。そんな各選手のアピールが飛び交う中でプレシーズンゲームから信頼を勝ち取りプロ8年目にして初めて B1 のスターターに名を連ねたのが飯田亮。そうですね、特には考えないようにはしてたんですけどスターティングだとか控えだとか関係なくやっぱり自分の仕事をしたいなって僕は思うので、まあ、それがこの2試合はあまりできてないっていう自分の中での感想なので何が良くなかったのか何が良かったのかをしっかり反省したいなと思います。実は主力と呼ばれる選手が複数抜ける状況は初めての経験ではない。香川でのラストシーズン飯田はチームのピンチをチャンスに変えステップアップにつなげられた過去がある。まあやっぱりチームプレイヤーというか、チームのことを一番に考えて自分はまあどんな時でもそのどんな役割でも、補えるところは補っていこうっていうふうに思ってはいたんですけど、まあ、ずっと長くやってた主力の選手が抜けちゃったからピンチだなって言ってはいたんですけど僕の中からしたらチャンスだったので自分の強みをもっともっと出せるようにどうしたらいいんだろうって考えた時に、まあ、もっと積極性を持って練習とか試合に取り組むことがすごく大事だなと思ったのでそこはだいぶ変わったと思います。2年前と今主力が抜けた状況こそ確かに似ているかもしれない。それでも自分を強く押し出していった当時と比べて今シーズンの意識はやや違うものだという。自分がやらなきゃなとかっていうよりかは自分にしかできないことが多分このチームの中であると思うのでそれが自分の強みだと思うので、まあ、それをしっかりコートに出た時に発揮するように発揮できるように練習中から意識してやってますし、まあ、昨日もそうですしプレシーズンゲームをとか天皇杯見ていただければ分かると思うんですけど今年のチームっていうのはいわゆるエースというかっていうような人がまあ存在しないと僕は思うんですけどそれはすごくいいことなんじゃないかなと思っていてチームとしてディフェンスをやってチームとしてオフェンスをやるっていう部分があるので選手一人一人がそういう自覚を持ってやらなければいけないタイミングなのかなとは思ってます。根野ヘッドコーチも今後の鍵として日本人選手たちの奮起が不可欠だと強調する。 The key with these players Masco, Rea, Rio us that they need to be consistent and they need to continue not one game good and then after that not we can be a strong team if we will get more involved from theThe local players, and I'm happy that today they showed this, and I hope they will continue. 個々のステップアップが何層にも力になる新生川崎。長い航海はまだ始まったばかりだ。